moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さんこんばんは。11月14日火曜日午後10時になりました。 FM79.7MHz コールサイン JOZZ0CGFM FM 宜野湾の電波をお借りして、名古屋にあるダンサースタジオから旧名古屋をお送りいたします。なんかね、季節の変わり目なのかな、王子ね、髪の毛洗ってるとね、結構毛抜けるんですよね相変わるかな、びっくりしちゃってね。で結構ね、手につく量が多いもんだから、このまま行くとね、剥げちゃうかなと思ってびっくりしています。滑り王子マスクマンでございます。はい、先日一泊二日で弾丸に近い感じで沖縄に行ってきました。もう一泊したかったなって思う。味噌煮込みスキーとちょっとですね、カメラを変えまして、なんか急に真っ白になったので、今1個電気消したんですけどもよくわからないなと思いながら、みんなあのあれだよね、あの美白になってるよねダンサーズでございます美白はいいけど、はい、こんな3人がお届けします。今夜のテーマは子供。今夜のテーマは子供です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも放送しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリまたはマイチューナラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日はゲストコーナー FEC オフィスからきんぴらごぼうの森光さんとなります。22時13分頃からとなります。名古屋は栄養コーナーは、スペシャルイベントきうなごぼうについてお話しします。22時38分頃からとなります。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプル A と、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町ぐっちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田おやつと軽食の店夢屋、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、ブランレーナさん、名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたします。キウナゴヤ。私ども東海協和の国内物流部は名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え、心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。名古屋市厚田区にあるトリプル A とではフォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ 052-653-0071 052-653-0071 までお電話を。名古屋で一番綺麗なシェアハウス、お部屋は全室個室、プライバシーや距離感を大切にしています。気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。問い合わせは
電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。リテールクリエイト社会保険労務士法人は小売業コンビニエンスストアに特化した日本でも数少ない社会保険労務士事務所です。全国の小売業コンビニオーナーの皆さんが抱えるお困りごとに寄り添い問題解決いたします。人が集まらない、どうやって育てればいいんだろう、従業員の働きがいにつながるアイデアはないかなど、小さなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは電話 03-5357-1182 またはコンビニ社労士で検索。キウナ名古屋。先週のメールちょっと1つご紹介しないので、はい、紹介いたしたいと思います。はい、お願いします。ラジオネームたかぼさんからです。はい、ありがとうございます。王子みそさん、ダンサーズさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。テーマ、先週のテーマですね、秋。秋とかけて沖野綾さんと解く、その心はどちらも散ることが素敵です。うん、ふんって何？ふんって何？ふんじゃ、ふんじゃ、ふんって何？ふんって言ったんだよ。ふんって。ふんって。ね。散る時の散ると、うん、秋の葉っぱが散るの散るをかけてるんですけれど、なんか王子あんまりピンときてないような。ピンときてないね。ちょっとその共有があるようなね、うん、感じのね、メールは なかなか頭に入ってこないじゃないけど、うん、考えちゃいましたもん。考えちゃったもんね、うん、考えちゃいましたよ、うん、そうそう、高坊さんと、そうなんですよ、先日の沖縄の滞在の時に2回もお会いしましたよ。ああそうです、2回もって言う方も失礼ですけど、うん、2回お会いしました。よかったよかった。うん、そう、そう、1回は FM ギノワンで、うん、はい、まあ、偶然、ね、FM ギノワンの方にお邪魔した時にいらっしゃって、はい、で次の日にカフェに行ったんですね、ランチを食べたいと思って。はい、場所行ってもいいんじゃないですか。あ、行ってもいいですね。はい、うん、はい、言えばいいですか。あ、お願いします。あの女村の、はい、あるチョッピンあれ、なんかもうちょっと説明してよ。はい、もうちょっと、うん、女村前田岬にある沖縄ダイニングレストランチョッピンですね。うんうん、小春さん、はいはいはい、元 FM ギノワンスタッフの小春さんが、うん、営業されているお店になります。うん、美味しかったんですよ。うんうん、ランチタイムにお邪魔したんですけれど、うんうん、まあ、メインもいろいろありまして、はい、まあ、パスタの ランチとあとちょっと、まあ、私いろいろあります。タコライスもありますし、うん、私たちがいただいたのはパスタのランチとあと鶏肉がメインのランチいただいて、で、パスタに乗ってるお魚、お魚があるんですね、はい、オンザ魚って魚が、うん、魚、オンザ魚って書いてあるから何かなと思ったら、うん、魚が乗ってて、それがグルクンの揚げたやつかな、うん、それが乗ってて美味しかったです。パスタ美味しかった。で、しかも、まあ、スープとサラダとメインとあと、まあ、ちょっとプラスアルファでコーヒーとデザートをつけたんですけれど、うん、デザートもね、いろいろ凝ってて、うん、ちょうどその日は3種類あったんですけれど、うん、もうパンナコッタと、うん、チョコレートプリンかなあれ、うん、と紅芋のタルトだったかなあったんですけど、うん、もう3つ3種類どれにしようか迷って、とりあえず3人で行ったので、うん、1つずつデザートをバラバラで頼んだんですけど、はい、シェアしたかったけどさすがにそれはシェアはまずいなと思ってただメインはちょっと、うん、まあ、小春さんにお願いして、まあ、シェアするのでって取り皿をいただいてシェアしました。はいはい、うん、3種類全部、3人なので3種類食べたんですけど美味しかったですよ。はい、で、デザートはみそちゃん何したんですか。私はパンナコッタにしました。あ、パンナコッタで、はい、ソースが3種類ついてて、うんうん、
またそのソースが凝ってて、うん、そのまあ、味変で楽しんでくださいねって言って、まあ、こうソースを3種類いろいろつけて食べましたけど、うんうんうん、もう一回食べたいです。いいですね、はい、はい、メリットをお願いいたします。はい、はい、続いてですね、こちらもですね、はい、先週のテーマ秋で来ています。ダンサーズサミソさん、摩擦抵抗ゼロ、エクセント滑り王子、リスナーの皆さん、こんばんは、シュープリームです。ありがとうございます。ありがとうございます。これ先週の話ですね。ただいま、撮影から戻り慌ててメールしてます。あら、慌てちゃったのね。またこれね、天高く俺こゆる秋ですね、まあ、ちょっと芸術的ですねこれね。新米が美味しすぎてお腹の脂肪が喜んでおります。そうだね、本当なら前のウィンターシーズンが終わり、ダイエット&体幹を鍛えて新しいウィンターシーズンにインする予定が秋のバカバカバカ、あ、食べ過ぎちゃうってことかな。またね、王子に質問が来てるよ。ところで王子は美人さんから投げかけられる宗派、女性が相手の関心を引こうとして媚びを含んだ目つきで見てるにすぐ勘違いして鼻の下と財布の紐が緩んでしまうっていうのは本当ですか？その通りだね。あり得るな。もう見つめられちゃうとね、ほらもう王子ドキドキしちゃってさ、次の、ね、行動が本当に、何してるかわからないぐらいですよ。まあそういう時には多分ね、鼻の下は伸びっぱなしでね、財布の紐をね多分緩んでるでしょうね、うん、もう帰りに財布の中見るとびっくりしちゃうっていう、はい、では CM ですね。はい、はい、CM の後は、きんぴらごぼう森光さん登場です。はい、中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など歴戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターアンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。秋のイベントがマラーという皆さん、芋掘り体験は1人700円でなんと 1.59 まで持って帰れますよ。さあ八重瀬町ぐしちゃんの芋畑集合。ご予約お問い合わせは 098-998-4010、 ぐしちゃん芋生産組合のあさとまれ。おやつと軽食の店夢や。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋は、あなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分。詳しい場所は地図アプリで検索。税理士法人ベスタックスは、財産カウンセリングで相続に関するお悩みを問題解決し、最善のご提案をいたします。相続で少しでも不安な皆様、ぜひご相談ください。お問い合わせは電話 03-6421-2296、 またはベスタックス相続で検索。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。はい、ではゲストです。本日は FEC オフィス、きんぴらごぼうの森光さんです。こんばんは。こんばんは、どうも森光です。どうも、ご無沙汰しておりますというより3日ぶりでしたか、4日ぶりですか。そうですね、ご無沙汰というかちょっと前に会いましたけどね。はい、まず沖縄に、まず、はい、
恐れますけど、まだ知らない方がいらっしゃるかもしれませんので、自己紹介の方お願いしてもよろしかったでしょうか。はい、はい、FEC でお笑い芸人をやっておりますきんぴらごぼうの森光です。お願いします。ありがとうございます。はい、はい、先週の土曜日なんですけども、はい、急なごぼうオフ会のお打ち合わせをさせていただきまして、はい、実は私、はい、森光さんと初めてお会いしたんです。あ、そうですよね、初めましてで、はい、初めましてで、初めましてって言いながら結構重い話をしてしまったんですけども重い話はしてないんじゃないですか。そうですか、はい、楽しく打ち合わせを、はい、そうですか。で、実は私、事務所の方も初めてお邪魔したんです。あ、そうですよね、そうですね、はい、普段来ることないですもんね。まあ、そうですね、よく場所は知ってたんですよ。はいはいはい、下に鈍底があるっていうことを、わさびの具志堅がよく言ってましたのではいはい、鈍底、はい、どんぶり屋さんですね、はいはい、が下にあります、はい、よく話が出てましたので場所は分かってたんですね、うん、三四橋の近くっていうことも分かってたんですけども、初めてして、はいはい、いや本当に緊張しました。本当ですか、すいません、ちょっと事務所の方が空いてなくて、僕たちが稽古してる汚いところにちょっと案内してしまったんですけど。いやいや整然とされてましたので。あ、ありがとうございます、はい、で、まあ、いろいろと打ち合わせをさせていただきまして、はい、森光さんも名古屋今度初めてなんですよね。そうです、初名古屋です。内地の方は東京や大阪はあるんですか。東京大阪とか、そうですね、九州とかはありますけど。 あ、そうなんですね。はい、名古屋の印象ってどんな印象ですか。名古屋の印象、今ちょっと触れづらいかもしれないですけど、はい、東海オンエアですかね、 YouTuber の。あははは、ちょっと話題になってますね、はい、話題になってましたけど、でもそのイメージと、はい、あとはその、はいはい、まあ、都会だっていうイメージはあるんですけど、はい、なんかそのどこが観光名所かみたいなのは名古屋城ぐらいしか、はい、パッとは思い浮かんでなかったですね。はい、ああそうなんですね。やはり同じ意見をですね、同じことをおっしゃられたのは、デコボコトラベリングのカイリさんも同じことを言われてました。でもそうですね、でカイリさんは特にその東海オンエア関係で岡崎だったかな、はい、岡崎の方に行ったっていうのはことは聞いてて、はいはいはい、うん、なんかその、まあ、YouTube でやってたことを、まあ、なんでしょうか、その改装しながら回ってたと、はいはい、いうことを聞いてましたのでそうなんですね、はい、まあ、僕は別に特にこの東海オンエアさんが好きっていうわけではないんですけど、じゃあなんで東海オンエア動画もあんまり見たことはないんですけど、こう多分僕も帰りからかな、帰りがよく話すから、はい、そのイメージがあるのかもしれないです。ああそうなんですね、はい、まあ確かにですね、東海オンエアさん以外に、まあ、最近ですと NHK の大河ドラマのことで、はい、結構ですね、岡崎とかこの辺りのことをよくや、はい、皆さん史跡を回られて、で観光客の方も多くなってるんですけども、そのですね、名古屋、はい、名古屋出身でこの前お会いしたものが、はい、いますので変わります。はい、はい、森光さん3日ぶりでございます。味噌煮込みさんです。あ、どうも3日ぶりです。ね、初めましてからのなかなかの打ち合わせの、はい、ね、濃い打ち合わせでしたけれどもそうですね、はい、いや、森光さん実際にお会いして、あ、はい、結構色白で素敵だなと思ったんですけれどなんですかその感想色白で素敵だなってありがとうございますいや、なんかやっぱりその、はい、まあ、もちろん私は主に見てるのはね、見てるっていうか、そのもちろんね、キンキンピラピラお星様ラジオという、ね、はいはい、金曜日の FEC チューン堂で やはりよく、ね、ツイキャスでも拝見しますけれども、はい、やっぱりちょっとその画面で見るイメージと実際にお会いするイメージってやっぱりちょっと違うんだなと思って。あ、まあでもそうですよね、確かに。もう僕はお二人の姿を見たのが結構
構は初めてだったので。ああ、そうですね。そうなんですよ。タイガさんの、はい、あの、うんうん、チラシとかではもちろん見てましたけど、はい、そうですね、はい、タイガさんは実際にこの RBC アイラジオのね、イベントなんかでも何回かお会いしたりとか、あの、はいはいはい、タイガさんはね、あのおばあ様がやられてる、居酒屋さんのところでばったり会ったりと か, なんかそういうことがあって何回かお会いしてるんですけ ど、はい、そうなんですね、森道さんとすごく話してるのでなんか会ってる気に勝手になってたんですけど、初めましてって言われた時に、ね、あ、そうだった、はい、初めてでしたって思ったんですよ。まあ確かにこう、あの会話とかはそれこそラジオのに参加していただいたりとか で、ね、結構交わしてるんで、そうですよね、はい、で電話出演も前もさせてもらいましたし ね、この旧名古屋に、はい、確かになんかでも、変な感覚じゃなかったでした、なんかこの、そういう会って実際にその 3D では会ってこなかった関係じゃないですか、うん、あ、そうですよね、なんかちょっと間接的な相方をしてたので、そうなんですよ、ちょっとなんか不思議な感じではありましたよね。不思議な感じしましたね。でもね、いよいよ、実際にね、こう、はい、お時間を取って、ね、一緒にこう進行して盛り上げていく、ね、そういうオフ会になりますので、ちょっと楽しみですけれども、はい、そうですね、楽しみですね。しかも会場、はい、会場と、はい、もうすぐ近くに僕とホテル取っていただいてるじゃないですか、はい、はいはいはい、そこの連絡もなんかトランシーバー無線機でやるんですよね。そうなんですよ、はっきり言ってその、ね、あのトランシーバーなんですけど、はい、決して旧名古屋の備品とかではなく、あのダンサーズの私物ですから、はい、あれ。なんでそんなもの持ってるんですか、私物で。いや、本当にね、あの 弱い、はい、弱い電波でも届くぐらいの距離なんですよ。うんうん、それぐらい近いんですよね。やっぱりホテルと、はい、じゃあ ちなみにトランシーバーはそのどのタイミングで買おうってなったんですか。はい、あ、これはですね、趣味なんですよ。はい、趣味、あ、そういうなんかガジェット系というか機械が好きなんですか。はい、あ、まあ機械好きですね。全般に好きですし、あのスマホ大好きですし。あ、なるほど。はい。で、じゃあまあそこら辺、はい。あ、どうぞ。今、はい。あ、どうぞ。あ、いやいや、そこら辺の情報も、はい、あのオフ会で、はい、あの全く初めて聞いたリアクションで僕ももう一回質問するんで。これね、だけどこの話したらね、ドン引きするかもしれないですよ。はい、うん、いやいや、それはあの大丈夫ですよ。僕たちも芸人ですので、もちろんこう乗っかったりとか、あのなんか、はい、もういいやってなったらもういいですって言うんで。あ、はい、あの、はい、簡単に言うと、一言で言うと、はい、変態なんですよ。いや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 、一言で言い過ぎですよ。まあ電波の変態ってことですね。あ、まあ、でもなんかそれでですね、はい、まあ私も変態なんですけど、今隣にいる男もですね、はい、そうですね、滑るは変態だわ、負けてないですよ、本当に、もうパラダイスな人間がいますので。ちょっとね、あの3日前にはお会いしませんでしたけども、はい、はい、ね、当日ではあのたくさんみっちり濃厚にお会いしますので。変わりますね。以前もあの、はい、あのクソなトークって言っていただいたあの方。そういえば言ってましたよ、ね、かしこまりました、はいはい、変わります、あの方ですね。はい、どうもお久しぶりでございます、王子でございます。あ、お久しぶりです、王子さん、滑り王子さんでよろしいんですか。まあ何でも結構ですけどね。まあ私のね、この実物を見ていただくのはね、はい、お迎えの時になると思いますけども、あの、はいはい、決して私ね、あの芸人ではございませんので、あの、きんぴらごぼうさんの時間をねいただいてね、あの満タンすることは一切ございませんので、はい、その辺はあの、ね、はい、大丈夫でございます。はい、お黙り、はい、別に言ってないですけどね、満タンするんじゃないかとは僕は勝手な心配をされてたようで。あ、まあ大体ね、あの、はい、喋り出したら止まらないっていうことがございますので。あ、なるほどですね。あのオープニングからですね、まあ皆様 の、はい、あの自己紹介とかですね、まあ私たちの紹介をしますけども、はい、その流れでね、はい、ね、きんぴらごぼうさんの時間もねいただいてね、はい、喋っちゃちょっとこれはいけないと思ってね、はい、その辺はね、あの気をつけておりますので、
はい、かしこまりました。うん、どうしても、ね、そういう時がございましたら、うん、ちょっと、はい、注意してくださいね。ずっと喋り続けてる場合がありますんで。これって軽くだったら手も出して大丈夫なんですか？全然大丈夫ですね。うん、まあそうなんですね。まあ、そういう時にはですね、まあはい、まあ、王子もですね、まあ、コブラツイストぐらいでね、はい、返していきますので。うん、いや危ないな、危険だな。要注意人物じゃないですか。お黙り。それはないですね。まあですね、よくね、はい、トークが滑ると言われてますけども、ね、はい、一切そういうことはございませんので。あ、もうじゃあ当日はもう爆笑の渦というか、逆にだから受けすぎて僕なんかが入れないかもみたいな心配ってことですかね。いやいや、それは違いますよ。まあ私普通違う、普通にね、それは違うんですか。うん、普通のトークをしてるだけなんですけども、はいはいはい、周りの方々からですね、王子滑ってるよという指摘を受けますけども、はい、決してね、はいはいはい、私そういうね、ね、滑るトークは一切いたしませんので。王子滑ってます。そういうことか。こうめちゃくちゃ滑ってますっていうなんか SE 入りましたけど、うん、それはね、どういうことと思いますけど。王子滑ってます。まあ皆様ね、当日はね、はい、ね、王子のこの、ね、トークをね、よくご存知の方がたくさんいらっしゃいますので。なるほどですね。うん、ちょっとね、聞いてみたいもん。どこがどう滑ってるのっていう。うん、それをね、はい、教えていただきたい。多分ですけど、はい、多分ですけど、こう、全体的な雰囲気から滑ってるかもしれないですね。全体的に、じゃあもう私自身がもう、滑ってるような感じ。はい、かもしれないですね。もうそうしたらですね、はい、まあ、森口さんもですね、私がね、はい、そのトークに引き込んでしまいまして、もう同じようにね、はい、ね、多分滑ってることはないと思いますけども、会場の皆様からで、王子もね、森口さんも滑ってるよっていう、そういう言葉をいただきたいですね。わかりました。ふざけるなー。で、いただきたいんですね。それは私じゃないですよ。森口さんに対して滑ってるよという、はいはい、そのプロの方ですから ね。ああ、なるほど、うん、会場から僕に対して滑ってるよっていうのを受けてほしいっていうことですか。うん、です、そうですね。うん、どういう思考回路してるんですか。謎なんですけど、すごく。え、そうなの。その自分の痛みを他の人にも味わってほしい的なことですか。いや、どういう風なのかなっていうのをね、自分でも感じたいじゃないですか。私とかそれは一切ございませんので。で、いつもなるほど、ちょっとすいません、はいはい、これもしかしたら滑ってるとかじゃなくて、意味がわからないかもしれないです。初めての前回の僕のクソみたいなトークは、うん、多分暴言じゃなくて正当な発言だったかもしれない。初めてですね、そういうのね、はい、表現をされた方はですね、はい、うん、あ、そうですか。うん、ね、でもそれもなんか面白いですね。皆様のいろんな感じ方があって、はい、お引き取りください。チカの武装さんが現役芸人によるダメ出しって。ダメ出しでもいいキャラしてますよね。あ、こう、そうです。ツッコみやすい、はいはいはい、いいですね。なんかそういうのを、ね、いただけるとね、うん、話がしやすいですのでね、はい、なんか今オブラートにかかったトークですよね、うん、なんかね今ね、はい、なんか嬉しくなっちゃった。はい。そうですか、うん、いやだから当日も一緒にお話できるのを、それこ そ, そうです、ね、ダンサーズさんだったりとか、はい、ミソニコミスキーさんと一緒に、はい、その王子さんをこういじる絵がこう見えたので、はい、あ、そう、楽しみになりました。ありがとうございます、はい、なんかね本当は逆に王子がね、いじり倒してあげたいぐらいの気なんですけども。いや、だからそれもやりますよ、それもやりましょう。お、うん、王子がいつもこういじられてるから、いじってみようみたいなのもちょっとね、流れがあったらやってもいいじゃないですか。そうですね、まあ、はい、そうするとその時間帯はもしかしたらトリオでやる時間ですか。お黙り。なんで入り込もう、キンピラゴボウプラス滑り王子っていう、入り込もうとしようとするの。まあまあトリオでやってもいいですよ、それはでもそちら側のね、主催のイベントなので僕たちはもうそれは乗っかりますけど、はい、なんかね楽しくなりそうだなっていうね、気はしますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。当日はですね、私中部空港セントリアの方にもお邪魔してお迎えに行こうと思っておりますので、はい、ありがとうございます。ツアーガイドのような形で
普段持ってますので、はい、すごいな、はい、ありがとうございます。ご一行様ってことで、ご一行様って2人だけど、ご一行っていうことも2人ですけどね。はい、ありがとうございます。このようなですね、はい、あのクソみたいなトークが今度ですね、はい、今週金曜日夜、いや楽しみですね。ですね、はい、はい、名古屋栄の青森王国にて、開催されます、はい、そしてきんぴらごぼうのお二人と、クソなトークのこの男とあとは我々二人が参りますので、はい、ぜひご興味ある方はぜひご参加いただければと思います。はい、はい、森光さん、きうなごぼうのイベントはいいんですけど、他のイベントの告知は大丈夫ですか？大丈夫です、ありがとうございます。いいんですか？もう、いやもうやっぱね、キンキンでよ、きうなごぼうなんで、はい、もうそこは一点集中でここにしてほしいということで、ありがとうございます。はい、終わった後でこの男のトークのねひどさがね、はい、蘇ってくると思いますので、はい、ホテルのお帰りの際はもう全然考えないようにお休みください。わかりました。今なんかトークがひどいって言った？はい、トークは至って健全なお話しかしないですけど。はい、ということでですね、FMJG 新一さんが楽しみということで、はい、あと岐阜の9人のバーバーさんも、森道さんさすがお笑いのプロですね、お話上手、金曜日が楽しみですということで、金曜日にね、会場来られる方からもコメントが来ております。はい、はい、ありがとうございます。はい、では森道さん、では金曜日楽しみにしております。はい、はい、こちらこそありがとうございます。飛行機だけは乗り遅れないようにお願いいたします。乗り遅れないでくださいね。もう気をつけてますので、はい、お願いいたします。はい、はい、決してお願いします。タイガさんの言うことはあまり聞かないのがいいかと思います。そうですね、はい、そこはちゃんと僕も責任持って、はい、はい、はい、すごく素敵なしおりもいただいたんで、本当に、はい、そうですね、頼むしおりが、はい、あの通りに行けば間違いに行けますので。わ、はい、かりました。はい、ぜひ、当日お待ちしております。はい、ありがとうございます。今日も、お時間となりました。本日は、はい、FEC オフィスきんぴらごぼうの森内さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。また金曜日にお願いします。はい、きうな名古屋。もうすごい、ね、うん、ツイキャスがねすごい流れてたんですよね、うん、はい、ペーターさん自覚なき滑り、うんうん、もう沖縄大好きさんもただの巻き込み事故やんって、でどこで滑ってるかさえもわからないって、うん、だからさ、うん、ね、まあ、当日ですね、はい、このクソみたいなトークがですねこう皆様のね、会場にいらっしゃる皆様のね爆笑の渦にね巻き込まれるんじゃないかなっていうね、まあ、それはですね、きんぴらごぼうの、ね、お二人もいらっしゃって、はい、まあ、王子との、まあ、トークがあると思いますけども、うん、で、まあ、ここで化学反応を起こしてですね、うん、もう素晴らしい盛り上げ方になると思いますんで、お引き取りください。ただ、まあ、至って普通の話をしていますけども、うん、もしかしたら皆様もね、クソみたいな話ってでもチェッカーズ武装さんがタイガがメッタメタにしてそうってタイガさんに攻撃される感じになってます。あ、でもね、それはそれで一つね、王子も面白いパターンだなと思いますんで、うん、ね、まあ、当日ねちょっと楽しみにしていただきたいなと思うのは、私もね、お二人はねいじっていじっていじりまくりますんで、お、うん、いじる、いじっていじっていじりまくりますよ。どんな感じに、うん、それはね当日にならないとわからないですね。うん、スプリームさんが、うん、はい、ホテルのルームサービスで王子のピロートークを注文しようって、うん、いやいや、やめて、やめた方がいいと思うな。思わずやめてって言っちゃったけど、うん、ね、まあ、まあ、先ほどもね、お話にもちょっと出ましたけども、はい、まあ、私自体の存在がですね、はい、またちょっとこのきらびやかな感じでね、うん、皆さんまあ見ていただけると思いますので、はい、うん、まあ、それを見てるだけでも楽しいかもしれないですよ。あ、うん、山中さんから森道さんのお人柄が伝わるコーナーでしたっていうことで、ああ、
でもね、やっぱりね、プロの方ですので、トークもお上手ですね、切り返しもね、とってもお上手だと思いますので、ね、王子もまあ負けないようにですね、当日はね、まあ、張り切りたいなと思いますけど、まあ、どうなんでしょうね、そこで皆様の反応がね、もしかしたら、ね、よくいつも言われるようなね、ね、王子滑ってるよというふうに言われるかもしれませんが、ね、あ、ですね、ヤンポーさん、はい、どの口が化学反応で面白くなると言ってる？これはですね、この口ね、うん、どの口って言われて、この口なんだよね。まだね、今日はね、ね、お二人とこうね、まだ私もお会いしてないのでね、やっぱり当日ですね、はい、うん、そこでかなりね、私のスイッチが、ね、入ると思いますので、うんうん、これはね、今ね、自分でもね、申し上げられないもん、どういう風になるのかなっていうのがね、まあ、よくね、滑りナイトの時もそうですけども、申し上げられないじゃなくて、あなたシナリオ何もないもん。そうなの、ノープランでしょ、実はノープランで喋ってるもん、うん、それはそうですよ、まあ、その時のあれがないと、ね、まあね、まあ、上手くね、トークもできないってことがございますので、うん、もう終わりです。はい、ということで、はい、じゃあメール紹介しますね。はい、はい、じゃあ読みますよ、はい、どうぞ。キウナゴエの皆さん、こんばんは。こんばんは、こんばんは、岐阜の9人のバーバーです。ありがとうございます。私は母の46歳の時に生まれました。おお、母はすでに一人の孫がいました。おお、私が母と歩いていると同級生からは、昨日おばあさんと歩いていたなと言われることがよくあって、それがとても嫌でした。なので私は子供には若い母親でいたくて、19歳で長男を産んだんです。うん、3人の子供に恵まれ、今では9人の孫に囲まれて、ひ孫を見るのもそう遠い話ではなさそうです。沖縄は子だくさんですが、若い子がおばあちゃんはたくさんの孫に囲まれてとても幸せそうだから、私もたくさん子供を産んでたくさんの孫に囲まれたいと話しているのを見ました。それが沖縄の出生率の高い理由かなって思ってます。うん、でもね、今 の、 その、まあ、おばあ様と言われる方々でも、おしゃれにして、ね、いらっしゃる方多いですので、もう若く見られる方多いですよね。はい、うん、王子はね、本当にいい年こいてるんだけどね、うん、結構若く見れますよね。結構ね、若く言われること多いんですよ。何歳ぐらいって言われるんですか？でもね、人によってですけど、うん、30代後半とかね、言われますよ。え、30代後半はないんじゃない？っていうのはね、王子結構ね、その今の毛もちょっと細くなって、うん、ね、気にしてるんですけど、うん、もう、うん、まあ、同じような、ね、まあ、年齢とは、まあ、言いませんけども、毛ふさふさじゃないですかってね、よくね、問いかけられるんですよ。うん、今、まあ、毛はありますけど、細くなってますけど、うん、とかね、ハゲてはいないよね。うん、で、で結構ね、なんていうの、この肌がこうパンとしてるっていう感じ、パン、なんていうの、こうシワクチャじゃないっていうのかな。ほう、うん、ほう、それは単なるちょっと彫りは深いのに、うん、でちょっとこう、なんていうの、ただ単にちょっと超えてて、ほっぺたが膨らんでるっていう、うん、そういうだけかもしれないですけど、うんうん、結構ね、そういうところで、若く見られること、まあ、それこそ40代前半とかね、うんうん、だから結構若いって言ったら30代後半って言われたことありますけど、いや全然違うよ、うんうんうん、ね、そんなこと、話したことありますけども、うん、あ、でも年齢よりは若く見られるっていうのはあるかもですね。なんかそんな感じはありますね。でも30代後半言い過ぎじゃないかな。まあ、それは人の見方だからさ。はい、じゃあ、はい、メールお願いします。はい、メールご紹介します。はい、ちょっとこちらはですね、はい、ジョージさんからです。ありがとうございます。ます子供の頃は引っ込みじゃんで気が弱く、一人自転車で遠くまでブラブラ出かけてました。小学校1年生で10キロ以上離れたところまで行ったこともあります。あら、50を過ぎた今も、18切符で遠くの町へふらふら出歩いたりしております。三つ子の魂100までとよく言ったもんですね。追伸、こ
今週金曜日楽しみにしております。新参者ですがよろしくお願いいたします。あ、こちらこそよろしくお願いします。ジョージさんも来てくださるということで、うん、まあですね、ジョージさんね、まあそういうことでございましたらですね、王子がいじっていじっていじりまくるようなね、うん、もう本当にやねいやだからさ、そういう方にもちょっとそういう言い方するんだろう。いやだから楽しんでいただきたいからね、そういう時言っててもさ、あの当日本当に直立でずっと立ってるかもしれないよ王子は。いや、それ、うん、それも嫌だよ、ちゃんとしてよ。余計なこと喋っちゃいけないと思って。いやいや、それも気持ち悪いでしょ、うん、ねえ、ね、はい、ありがとうございます。なんだからもうはい、続いてですね、はい、おばあからもらったプライベートジェットさんからです。ありがとうございます。現在小学3年生の娘は1クラス14名だそうです。あら、少ないですね。あ、少ないですね。もう私が子供の頃は、6クラスかつ1クラス40人近くで、うんうん、すぐ近くにもう1個小学校がありました。それだけ子供が減っているんだなと実感しています。今週のオフ会、今回は残念ながら参加することができませんが、皆様楽しい時間をお過ごしくださいということでございます。ありがとうございます。そうですね、皆様に会いたい、ありがたかったですね。あのプライベートデッドさんからもね、うん、にも会いたいなと思いましたけどね、うん、まあね、実物の王子見るとまたね、ドキドキしちゃうといけませんので、そういうのをね、コンディションを整えてまたね、次回の参加で。あ、ラントさんが金曜日不安だって、はい、あ、大丈夫ですよ、あの、うん、我々がいますので、ね、今日、はい、何が不安なの。いや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 、まあ、いろいろ不安でしょうね。いやいや、我らも不安ですからね、はい、うん、ということで、はい、はい、名古屋栄養コーナーです。はい、名古屋は栄養コーナーですけれども、はいはい、もう今週はやっぱり最後の最後のお願いということで、そうですね、選挙はい、キウナごぼうのイベントがいよいよ今週金曜日ですよ、はい、はい、場所は泡盛王国、はい、名古屋市中区栄4丁目10-25三景栄イースト3階です。はい、日時11月17日金曜日、会場は19時、開演は19時半からとなっております。うん、はい、そして、はい、料金なんですけれども、前売り5,900円、当日6,500円ということで、前もってですね、はい、QR コードから読み込んで予約してくださると、はい、前売り料金で入場できます。はい、はい、料金自体は当日にお支払いください。はい、はい、で当日なんですけども、はい、まあ、お支払い方法、現金とか、はい、あとクレジットカードとかも対応しておりますし、はい、電子マネー、あと QR コード決済も対応しております。うん、そして当日ですけども、お越しいただいた皆様には、はい、番号札をお渡しさせていただきます。はい、その番号札は、抽選会があります。そうなんです、その抽選会の番号になります。はい、で今のところですね、はい、あの各スポンサーさんからですね、はい、たくさん協賛をいただきまして、うん、ありがとうございます。はい、あの商品の方がたくさんございます。はい、おそらくですね、坊主はないです。全員に当たるんじゃないかと。漏れなくもらえるものがいっぱいあります。何かが当たりますね。はい、抽選会は何が当たりますか。でラントさんが、抽選会は何が当たりますかということで、言えませんよ。え、言わないの。言わない、当日言いますよ。え、その目玉は、目玉言っていいの。言っていいと思うよ。それは言いたくないのに。それは多分あの、いやいやいや、抽選会でも、抽選会はでも、あ、でも 目玉行った方がいい、行った方がいいんじゃないの。それはあの、じゃあ言いますね、うん、JCB 商品券、はい、5000円分です。わお、うん、それとあの王子のハグがついてる。いやいやいや、それはダメです。あ、それダメなの。それ
セクハラです。それダメなの？それは嫌だ。あ、嫌だって。それは私はお断りします。あ、そうなの？うん。え、まあ JCB のね、商品券がね当たりますのでね。5000円です。これすごくないですか？うん、だって5900円ですよ前より。うん。で、5000円当たっちゃったらね。うん。うん、実質900円という。ねえ、すごい。そうそう。そしてですね、はい、あの各パーソナリティ賞も用意してます。はい。はい。もちろん私は味噌煮込みうどんです。え、もうそれは言うんだ、言うんだ、言うよ、言うよ、言うんだ、言うよ、言うんだ、うん、まあ、まあ王子は当日までね、まあまあ王子は当日でいいから、まあ当日でね、それはだってそうでしょう、やっぱり。あ、そう、うん、まあまあ、でも、はい、カッポイさんがなんかすごいこと言うんだけど、僕ラジオ機だからただで1万円分の商品券もらったよって。いや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 、あのごめんなさい、あのラジオ機なさんと同じ土俵では並べないです、はい、あの規模が全然違う、規模が違いますからね。あの我々ね、あの、はい、まあね、あのコミュニティ番組のね、あのこう小さな人番組ですからね、うん、はい、ねえ、まあちょっとそこはご容赦いただけたらと思いますけれども、はい、ね、そういえばカーボーイさんって今ね岐阜にいらっしゃるんですよね。あ、そうなんですか、うんうん、寒いですよね。寒いですよ ね、 ね、あ、はい、でもね岐阜の長良川沿いのホテルにいますよって。あ、うん、いいとこいらっしゃいますね。ねえ、いいですよね、うん、岐阜もいいところです、はい、うんうん、あ、そしてあのごめんなさい、名古屋栄養コーナーですので、うん、ちょっと続きがね、はい、はい、で、もちろんきんぴらごぼうさんのネタのコーナーもありますし、はい、うんうん、あります、はい、はい、ネタをやっていただきます。ね、うん、はい、うん、もありますし、あとやっぱりこうね、はい、こうみんなでこう楽しくしゃべる、はい、おしゃべりする時間もありますからね。そうですね。はい。うん、はい、ね、きんぴらごぼうさんとこうゆっくりこうね、お酒を飲みながらこう楽しく会話することってなかなか多分ないと思うんですよ。はい。普段、うん、ね、まあ、そうですね、そういう機会ない。うん、例えばこうお笑い見に行くっていうのはあるかもしれないですけど、うん、こう一緒に飲んで話せるっていう時間があるのがこのイベントのいいところですよね。そうですね、うん、本当まあ、皆様とご歓談ができる時間もありますし、うんうん、まあ、ご歓談の時間にお食事や、うん、お飲み物をいただく時間も設けてありますので、はい、本当に食事も集中できるし、お話も集中できるし、うんうんうん、ネタとかトークにも集中できる、うんうん、はい、ただ集中、うん、この男のトークの集中っていうのはまあほどほどにした方がいいかなって。それは皆様が集中して聞いてくださるっていう意味、うん、いや、そうじゃない、ない、あ、で、あ、そういう意味じゃないのね。そういう意味じゃない。あ、そういうことね、はい、ラントさんがリスナーの自己紹介はないんですよねっていうふうにありますけれども、うん、どうしましょう。いや、やっぱりこうちょっとね、ご歓談されてる時間にちょっとこう、うん、アピールタイム的なのは必要なのかな。じゃあちょっとじゃあ皆さんに一言お話しいただく時間も、ご歓談の時間の後にその、歓談の、ご歓談のこう時間にね、うん、まあ、舞台があります、うん、あ、そうそう、会場ね、舞台があるので、うん、はい、まあ、その間にこうね、なんかこう PR とかあればご紹介いただいたりするのもいいんじゃないですかね。王子の悪口言ってもいいですし。あ、全然いいよ、うん、はい、全然いいよ、はい、うん、いや、ちょっと時間が足りないかもですね、そうすると、はい、ということで、いよいよ、はい、開催が迫ってる急な御坊、はい、今週金曜日、うん、まだね、お席にゆとりはありますので、うん、あります、はい、はい、ぜひぜひご参加ください、はい、ご参加ください、はい、よろしくお願いします、はい、名古屋は栄養コーナーでした、はいはい、キウナ名古屋。はい、メールご紹介します。はい、お願いします。沖縄大好きさんからです。はい、子どもの頃の僕の性格は、泣き虫でも笑おそと。ボケをかましたりしていましたが、気づいたらおとなしめに次第に人見知りになりました。人見知りも少しずつ解消され、おとなしめなところは変わらずですが、結婚式で同期たちに明るくなったなって
言われるようになりました。おー、うん、少し話がそれましたが、子どもの頃の僕はヒーローものやアニメが好きで、アンパンマンや機関車トーマス、ポンキッキーズをよく見ていました。運動は昔から苦手ですが、エーサーは好きで、小学校の頃に創作エーサーを始めて、パワーランクを持って踊っていました。僕の子供の頃のエピソードの一部を紹介しましたということでございます。ありがとうございます。まあどん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 ね、成長されていろんなところがね、まあ人見知りもね、徐々に解消されたという結構ね、うん、そう子供の頃にっていうところですけど、大人だったら結構いろいろ変わりますからね。そうです、変わりますね。うんうん、そうそう、それはあります。うん、まあ、王子も人見知りのところがありましたけどね。おだまり。はい、じゃあメール紹介します。ヤンポーさんからです。はい、ダンサーズさん、みそにさん、どうでもいい王子こんばんは。書いてあるんだよ、私が言った、私が作ったんじゃないよ、ちゃんと書いてあるね。うん、して子供の頃俺のエピソード本当に聞くの？うん、聞きたいよね。俺の伝説の子供時代のことを、はい、何から話せばいいかな。まずは一発目に卵屋の放し飼いにされていた鳥の足にトラロープを引っ掛け釣り上げる遊びを、王子ももちろん経験あるよね。あー、いい感じですね。え、でも王子したことないですよ。もちろん卵屋のおばあに見つかって怒られるという代償付きですけれどって言って、あとは大したことないと思うけどって書いてあるエピソードがちょっと、割愛します。あ、そうなの。いや、ちょっとって思いますけど、ちょっと割愛します。あ、この辺りで、あ、エピソードまだ続ける、この辺りでやめとくか、やめときましょう。とりあえずはかなりの伝説の持ち主ということは分かったでしょう。それではバイバイキーンということで、うん、オンエアできない内容だったんですね。いやこれもしかしたら、まあ、あれ、はい、まあ、多分おそらく今の時代では、はい、これはダメでしょうっていう。でも分かります、あの結構私たちの子供の頃って結構残酷な遊びとかいっぱいやりましたよね。ありましたね。テーズですね。まあまあまあありましたけれども、まあ、今のこの時代ではやっぱりこう放送にはちょっと、うん、っていうところでちょっと割愛させていただきました。はい、それよかったね、あのオージーだったら読んじゃってるよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね、銭形警部からです。私がありがとうございます。私が子供の頃は典型的なナウマークやんちゃでしたね。ナウマークーズのウーマクーですね。あ、典型的なウーマクーでしたね。失礼しました。幼い頃の、脳裏に映るほど記憶に残っていることは、3、4歳くらいの時、私が自宅の庭先で長い髪の毛を細長い10円カミソリで切ろうとしたら、誤って頭皮ごと切って、血ごうごうして出血となり、わーわー泣いていて、その後は出血も収まり、病院に行くことなく幸いにも無事に済みましたが、今でも切った場所は500円玉ぐらいのカンパチ、ね、カンパチとして残っています。まあ、ちょっと毛が生えてこないっていう意味ですね。ハゲてるってことね。と、うん、いうことでございますけどね、まあ危ないですね。いやでも小さな頃に傷ってね、残ってたりしますよね、傷跡ね。またあれなんだろうね、あのよく切れるっていうかね、歯だったんでしょうね。まあ、軽くやらないと本当に皮膚までいっちゃいますね。まあ本当切れたナイフみたいです。あったな、そんな。ねえ、ということでね、じゃあエンディングですね。もう早いですね。はい、まだちょっとね、はい、メールご紹介できなかったメールまた来週に紹介したいと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあエンディングでーす。はい、来週のテーマは最高。来週のテーマは最高です。バイトで稼いだお金が過去最高、最高級車に乗ってみたいなど最高エピソードをお送りください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート、名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中、名古屋熱田トリプル8、入居者募集中、名古屋熱田トッペロン、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト
社会保険労務士法人、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町ぐっちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田、おやつと軽食の店夢屋、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もお聞きくださいました、ありがとうございました。ヒカルさんもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ね、うん、いよいよね、金曜日ですね、うん、はい、楽しみです。そうだね、そして会場でお会いできる方、よろしくお願いします。はい、お待ちしております。はい、お待ちしております。ではでは、はい、閉店ガラガラ、また金曜日、さよなら。はい、はい、今週もお聞きいただきましてありがとうございます。もう毎週たくさんツイキャスのコメントいただけて、うん、目は通しているんですけれども、うん、なかなかね、あの紹介できなくてね。そうなんだよ、メールもね、はい、ちょっとね残ってしまいますね、うん、申し訳ないなと思いますけども ね、必ずまた出ますので、イベント成功期間ということでありがとうございます、うん、ありがとうございます、はい、それではまた来週金曜日&火曜日、うん、そうだね、